どうもこんにちは、セブンです。今回はですね、和風の提灯の作り方を解説しようと思います。で、動画の時間を見てもらえばわかるんですけど、めっちゃ簡単です。なおかつ、ある程度おしゃれで照明にも使えるよねっていう感じのデザインになってます。で、肩の留め替えの部分が特徴的だと思うんですけど、これは提灯じゃなくても同じようにできるんで、このやり方だけでも見ておくときっと役立つと思います。なので、ぜひ作ってみてください。ということで、行ってみましょう。はい、ということで以上、和風の提灯の作り方でした。で、今回は2パターンの提灯を作ったんですけど、最後の紐は照明のコードを表現してます。なので、好みによって使い分けてみてください。ということで、この動画が少しでも役に立ったら、ぜひ評価ボタンの方をお願いします。それとこのチャンネルでは今後も家具とか家の作り方とかをどんどん投稿していくので、もしそういった動画を見逃したくないっていう場合は、今のうちにチャンネル登録の方をしておいてもらえればなと思います。あと、Twitter や Instagram でも短い解説動画を投稿してるんで、気になる場合は概要欄からぜひフォローお願いします。ということで、今日もありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。